はい、皆さんね、こんにちはです。そろそろ日本の時間は、今晩の時間になると思うんですけど、今私はどこにいるかというと、中東ヨルダンのマダバにいます。マダバというのは首都のアンマンの隣の都市です。マダバにいて、これからですね、死海に移動します。死海のリゾートに宿泊して新しい年を迎える予定です。今日は、令和5年、西暦2023年の12月31日、ということ、大晦日です。今年もあともう少しで終わりです。日本の時間は5時過ぎだと思うんですけど、こちらは、6時間遅れなので、午前11時過ぎです。なので日本と比べると、6時間遅れて新しい年を迎える形になります。で、ということで、昨日エジプトですね、100カ国目のエジプトからこちらに戻ってきてということで、マダバで、これからペトラなども行き、シカイ、ペトラ、ワディラムなど行く予定ですけど、楽しみにしていただければと思います。で、今回は、題名でも入れさせていただいたんですけど、中国の、習近平、国家主席が、11月下旬、軍の指揮下の海警局に対して沖縄県の尖閣諸島について1ミリたりとも領土は譲らないと、尖閣諸島の闘争強化を指示した件に関してね、今回言及させていただきたいと思います。沖縄県尖閣諸島ということで、中国の習近平、国家主席が11月に軍指揮下の海警局に対し、沖縄県尖閣諸島について1ミリたりとも、領土は譲らない、エボソリ島、尖閣の中国名ですね、の主権を守る闘争を不断に強化しなければならない、と述べ、領有権主張の活動強増強を、指示したことが30日分かりました。これを受けた海警局が2024年は毎日必ず尖閣周辺に艦船を派遣し、強時に日本の漁船に立ち入り検査する、計画を策定したことが判明しました。これに対して、岸田文雄首相ですね、11月中旬に日中首脳会談で習氏に対して尖閣を含む東シナ海情勢の深刻な懸念を直接伝えたばかりなんで、その後にこのような形で述べているということ、日本が相当舐められているんだなっていうのはね、正直思ったところです。中国側がこの指摘を試みず、実際の行動によって領有権主張を強める方針であることが浮き彫りになりました。中国が日本漁船の立ち入り検査計画を策定したことが明らかになるのは初めてということで、実際に検査を行おうとすれば海上保安庁の船舶と摩擦拡大は必至で、偶発的な衝突が起きる懸念がさらに高まりそうだということです。習氏は、上海で11月29日海警局の東シナ海、海区指導部を視察しました。関係者によると、習氏は尖閣について前進のみ引くことはできないと、言明したということです。まずこれに対してですね、これに対して主権を守るというか、我々この尖閣諸島は紛れもなく日本固有の領土であって、我々に主権があるわけであって、主権を守るっていう言い方もおかしいなとは私は思うんですけど、多くの、ほとんどみんな思われると思うんですけど、日本の固有の領土である尖閣諸島をこうしたあたん狙っているのは事実です。歴史的に言っても、尖閣諸島に定住した日本人だけであり、同諸島を開拓したのも日本人です。かつてね、中華民国政府が、公式に日本領土と認めた資料もあります。しかし私は思うのはね、現在、この、日本政府の尖閣諸島の実効支配体制って非常に甘いと思うんですね。ここがやっぱり舐められているものなのかなと思うんですけど、2012年ですね、これ記憶にある方いらっしゃると思うんですけど、尖閣諸島の、国有化をしました。で、政府関係者、ただ、政府関係者以外の島への上陸を認めていません。これが全くもっとおかしな話なので、これではね、国際的に見て日本の施政下にあると疑問を持たれる可能性があるわけですね。国有化をして、ここに何かを建てて、観光で沖縄からね、石垣とかから行けるように私はするべきだと思うんですけど、そこをしてない。これによって海外にでね、どちらの領土なのかっていう思われてしまう可能性もあるので、しっかりとここの体制、支配体制は私は自己支配体制をしっかりと国際的にもアピールしていくべきだと思うところでございます。これに対して、中国はですね、国際的な、広報戦略を持って尖閣諸島が中国の領土で支配権になるという偽情報を流して他国の認識の
策を起こそうとしています。これに対して、日本政府はしっかりとこの我が国の領土であるということを国際的にも、日本人ですら例えば竹島が韓国に取られているとか北方領土問題も知らなかったりとかね、いるんで、まずは国民に対しての周知をして、そして意識を高めて、さらに国際的に広報して、今情報戦ですからね、しっかりと、宣伝していくことが、私は求められるのかなと思うところです。今年1年間にもうすぐ終わりですけど、中国海警局の船が、尖閣諸島周辺の接続水域で確認された日数は、これまでの最多記録だった昨年の336日を上回って過去最多を更新しました。で、今回の、発言を、考えるとね、2024年は中国による尖閣諸島での挑発活動がさらに加速すると思われます。習近平体制になってからね、一帯一路構想であり、数多くこう、多くの国々に進出して、多くの国々の摩擦を起こしている実情で、実際自分自身が海外、久々に今年は海外に出て12カ国ですね、4カ月弱行きましたけど、来年はですね、数多くの国に行きます。エジプト100カ国目ですけど、150、160カ国を目指して、160カ国を目指してですね、世界各地、アフリカ、中東、中央アジア、また西アジアまだ行けないところありますからね、中東もイランも行けてないんで、そして中南米最邦ですね、太平洋島しょ国などを行って、生の、情報を、映像とともに伝えていければと思っています。とにかくこの今年ですね、いろんな意味で、激動の国際情勢、有史以来を考えると争いがなかった時代ってなかなかないと思うんですけど、ロシアのウクライナ侵攻は継続中ですし、イスラエルとハマスの問題、レバノン、私行きましたけど、レバノン南部ではヒズボラと、イスラエルが交戦中です。中国に関しては、台湾に侵攻するのではないかと言われていて、台湾侵攻、台湾有事イコール日本有事であり、尖閣諸島は狙ってくるでしょう。これに対して我々一人一人日本人が考えていかなければならないのかなと思うところです。湿地の回復っていうのは非常に難しい、竹島とか北方領土は。ただ尖閣諸島に関しては我々の国の領土だし、湿地ということで、本音であればね、日韓共同条約締結の時に、しっかりと韓国政府と交渉して竹島を戻すっていう条件をつけるべきだったと思うし、旧ソ解体の時に、日本は北方領土を戻すね、絶好の機会だったと思うんですけど、今ロシアとウクライナの戦争状態、ロシアが弱まってきたところに、私は交渉の余地があるのではないかと思うところです。とにかく日本のこの外交というのは弱腰外交であって、巧みなね、したたかな外交戦術を求め、馬鹿正直な、外交戦術だと、正直なですね、恩をあだで返す国もあれば、そういったところを騙したりする国家もあるわけだから、そこはしっかりと性善説だけで考えるんじゃなくて、私はしっかりとしたたかな外交を、していくべきだと思うところでございます。ということで、この問題に関しては大きな問題ですね。尖閣諸島ということで、石垣島また行って、そこからちょっと漁船で乗せてもらって近くまで行きたいとは思ってるんですけど、とにかく、世界 国内、含めてまた来年は今年以上に行きますので、海外中心になりますけどね、実力動画ということで出していきますので、楽しみにしていただければと思います。やっぱりこう海外、100カ国目ですけど、いろいろ出てるといろんな人を接します。ロシア人ともこの間接したし、中国人とも多く結構接してきたんですね、今回でもね。で、いろいろなことがあるんだけど、途中で割り込まれたりとかね、割り込まれたりとか、なんか同じ部屋でいたら、なんか夜中に電話し始めたり、普通だったら周りのことを考えてやらなければならないじゃないですか。そこがしっかりできてない人が多い。違う人もしっかりした中国人もいるんだけど、そうじゃない中国人もいたんでね、どうなのかなって正直、前から知ってるんだけど、思いましたけど、とにかくこの問題に関しては、我々はしっかりと対策していかないといけないし、まず国民一人一人が、これ問題に関してしっかりと考えていかなければならないのかなと思うところです。ということで、中東ヨルダンのマダバから、本日令和5年、西暦2023年12月31日ですね、発信させていただきました。新しい年は司会で迎えて、そして新しい新年初め、最初に行く国はヨルダンからサウジアラビアに行きます。101カ国目ですね。中東情勢も伝えてきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ぜひチャンネル登録いただいてない方ね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。